はい、こんにちは、松岡です。いつも展示会プラフェスで使っている洗車場なんですが、これ気づいたらスポンジがね残り3つということで、しかもめちゃくちゃ減ってる。まあ、こちらね引っこ抜いたり、あとやっぱ消耗品っていうのもあるから、やっぱなくなってしまうんですよ。なくなるというか、少しずつしぼんでいって消えていくみたいな。 で最終的に僕はこのようにね何もなくなってしまうという感じなんです。今回、まあ、ここをね復活させるための道具をね買ってきたんで、ちょっと紹介していこうかなと思います。こちらソフトカーラー。何これと思った方、これね女性が使うもので、この長い髪、これ裏に書いてあるわ、長い髪をこの巻き髪にするようなウェーブ系にしますみたいなやつに使うものなんですよ。で今回使うのはこのスポンジ部分、スポンジ部分を、まあ、この中にはめようっていう、まあ、企画でございます。ということで開封してみましょう。入ってるものはカーラーってやつですね。これをね、まあ、取るとこれスポンジだけになるんで、まあ、これだけ使っていきましょう。これはね切ったり貼ったりはちょっとできない。ただ柔らかいから、これ何か別のやつで使っていきましょうか。これ何かに使えるかちょっと分かんないや。でこのスポンジですね、このスポンジが入っていて、であとねなんか髪留めみたいなのが入っております。はい、これはまあ別な機械で使っていきましょうか。これはねこれで使えるかな、ちょっとこれは後でちょっと考えますね。これはこれで使えそうな感じがするので、ということで、まあ、今回使うやつはこのカーラーのスポンジでございます。このスポンジをまあなんだろう、4等分か多分5等分ぐらいかな。ちょっとね長さ的に見て、ああギリギリ4等分って感じですね。はい、ということでちょっとこれ4等分に切っていきたいと思います。はい、ということでハサミで切っていきたいと思います。イエーイ。はい、簡単に切れますね、簡単に切れます。一応切っ、はい、ちょっと曲がってしまいましたが、あんまり、まあ、気にせず、またさらに半分に切っていきましょう。はい、ということでね輪っかが4つできました。でこれをまあ3つぐらい重ねればうまくいくかな、同じぐらいの高さになりますので、うん、ちょうどいいかな。でこれを全部12個作ればいいので、はい、3セットを4つに切れば、はい、ということでね、はい、輪っかがとうとう3セットの4つ分なので12個できました。でこれをね、まあ、この中に入れるんですが、どうやって入れるのっていう話なんですね。でよく見ると裏側にネジがこうあるんで、ここからここのネジを外してから入れることになります。はい、ということでここのネジを外していきましょう。意外と簡単に取れますね。でこの中にこうねスポンジを、なんかめちゃくちゃ雑ですがね、まずこんな感じでしょう。高さが高いかな、若干高いんで、これやっぱ4等分じゃダメなんだ。はい、ということでちょっと4等分じゃ上がきつかったので、はい、これでねちょっと2個分だけにしてみました。これでね、あ、こうくるくる回るようになりましたね。はい、でこれで下ネジをつけたいと思います。はい、できましたね、片方だけ。これで、はい、こんな感じです。ちょっと輪っかがでかいんで、結構こう遊びっていうか、こう上下とか左右に動いてしまいますが、まあ関係ないでしょう。ということで反対側もやっていきましょう。はい、ということでね、こんな感じで出来上がりました。これあれだね、完全になんかどっちかっていうと車用の洗車場みたいですね。やっぱね残念ながらこの隙間ちょっと埋めたいんで、これをこの切ったやつをさらに半分こにして、中に入れていきたいと思います。ということでね、先ほどのやつよりもね細くなりましたが、これをね今4つ作ったんで、隙間に入れていきたいと思います。こんな感じかな、結構いい感じじゃない。待って反対側もやりましょう。はい、ということで完成いたしました。お、結構いい感じじゃない。これで一応復活しました。あるのとないのとで全然違いますね。こんな感じで、はい、完成です。イエーイ。ということで実際ね車両をね、ここの洗車場に走らせてみたいと思います。はい、ということでね、プラレールのレイアウトで作ってみました。まあ、こんな感じでございます。結構簡単なレイアウトですね。でここに先ほど修理した洗車場を置いてみました。まあ、この辺とかに置くとね、駅の近くに置くとなんかその車両基地っぽいレイアウトになります。ということでね、この線路を走らせてみましょう。
続いてね、新幹線でやってみましょう。果たしてうまくいくのでしょうか。はい、トーマスでちょっと今回やってみましょう。ということで、ね、次は1両でやってみましょう。お、うまくいきますね。はい、ということでね、ソフトカーラーという中に入ってるスポンジを使って洗車場を復活させてみたんですが、見事に失敗いたしましたがね、形は悪くないし頑張れば走るので、まあこのようにね、車止めを置いて本洗浄から外したレイアウトにすれば問題ないかなと思います。はい、ということでこんな感じでね、レイアウトを変更させていただきました。これならね、何の走行も問題なく遊べると思います。まあ、手転がしで遊んでくださいみたいになっちゃいますね。ちょっとね、結構個人的にはね、なんか残念なんで、代用品が見つかったら紹介していきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今回はこれで以上でございます。また他の動画でお会いしましょう。